痩せるどころの騒ぎじゃない。ニンニクと一緒にこれ食べるだけ。 ゆっくりダイエットしてますか藤田です。今回はニンニクを毎日食べるとどうなるというテーマでお話をします。匂いがきついなと思っている方。実はこの匂いの成分が抗酸化作用、癌予防効果、ダイエット効果も抜群なんです。それもある飲み物を食事中に飲むだけでこの匂いを消滅させて、ある食べ物と一緒に摂取すると糖質を取りすぎたとしてもエネルギーに変換する効果があるんです。なのでニンニクとセット で食べると驚くべき効果を発揮する食べ物を5つランキング形式で紹介をしますそれではまず様々な研究をもとにニンニクの効果を簡単に紹介をします体重減らす効果 免疫力を高める効果、大腸癌のリスクを減らす効果、認知症心臓病を予防する効果、つまり分かりやすく言うと、ニンニクは天然の薬みたいなものなんです。ニンニクを食べることでダイエット効果を発揮するだけでなく、病気にかかりにくくなったり、癌や動脈硬化から来る心疾患、脳血管疾患を予防することができて、寝たきりリスクを減らすことができるんです。なんとなく分かりますよね。なのでここからは、 肉を食べるタイミングによっては効果が変化してきたりとか食べる量によっては逆効果になることもあったり一緒に食べることでこの効果を倍増させてくれるもの具体的なにんにくを食べる3つのポイントを紹介をしていきます。 ニンニクの食べ方のポイント一つ目は食べるタイミングについて。例えば代謝を上げたい場合は朝に食べて、ダイエット効果を高める時には夜に食べていきましょう。ニンニクの食べ方ポイント二つ目は摂取量について。一日の摂取目安は一粒から二粒程度にしましょう。 ニンニクは食べ過ぎると胃腸に負担がかかるため特に生のものは刺激が強いため食べ過ぎは厳禁です。ニンニクの食べ方のポイント3つ目は一緒に食べるものについてニンニクの匂いの成分であるアリシンはタンパク質と一緒に摂取すると男性ホルモンであるテストステロンを増やして筋肉を増やす効果があるので代謝アップし太りにくい体質になるんです。さらにこのアリシンはビタミン B1 の効果を高める働き がありますビタミン B 1は糖質の代謝に関係してこの糖質をエネルギーに変換すする効果がありますそれもダイエットに関係するホルモンを分泌してくれて余分なエネルギーを燃焼する褐色脂肪細胞を活発にするんです。 つまりニンニクはタンパク質とビタミン B1 が豊富に含まれているものをセットで食べることで食べ過ぎたカロリーを消費してくれるので健康になるということなんです。ではここからはそんなニンニクと同じタイミングに食べると効果を倍増してくれるものトップ5をランキング形式で紹介をします。 ニンニクと一緒に食べるといいものトップ5第5位はオリーブオイル一緒に取ることでアホンという成分が増えて血流をスムーズにすることができますこの成分は脳の神経伝達物質を活性化して脳の機能を高めるだけじゃなく認知症の予防や改善脳卒中の予防にも役立つと言われています 実際に2000年の研究では、高血圧に悩む人にオリーブオイルを摂取してもらったところ、6ヶ月後には大半の人の数字が大幅に下がって、そのうち8人は治療薬を止めても OK なレベルまで症状が改善したということが分かっています。つまり、オリーブオイルとニンニクをセットで食べることで、高血圧を下げて脳に関連する病気のリスクを減らすことができるんです。この時のオリーブオイルの摂取量なんですが、 ブリッジ大学の研究では大さじ2杯オリーブオイルを摂取した人が新型糖尿病リスクや心臓病リスクが下がったということが分かっていたりハーバード大学の研究では1日 7g 以上オリーブオイルを摂取した人は心血管疾患のリスクが14%低くなり冠動脈性心疾患のリスクも18%低くなるということが分かっていますから具体的には1日 7g から 23g までの間にして いきましょう続いてニンニクと一緒に食べるといいものトップ5第4位は豚肉糖質の代謝を促すビタミン B1 や筋肉や血液の生成を助けるビタミン B6 などが豊富なんです。 実際にある大学の研究では41人の肥満男性を対象にしたもので週に豚肉の量が 500g 以上の人は悪玉コレステロールが8%も減ったということが分かっていますただお肉って血管を悪くするんじゃないのって思いますよねなのでこの研究の中で使われていた豚肉は未加工の赤身肉が使用されていたんですなので具体的に豚肉を食べる時は脂身の少ない豚の肥料 肉を 150g 程度ってみてみください続いて、ニンニクと一緒に食べるといいものトップ5第3位はお魚 DHA、EPA といった良質な油とニンニクの相乗効果によってさらに血液をサラサラにする効果が期待できてニンニクが魚のタンパク質の消化を促進してくれます 実際にある研究では1日6 0 0ミリグラムの EPA を12週間摂取し続けると中性脂肪が減ったということが分かっています。なので具体的にはカツオのた,たきがおすすめなんです。ビタミン B1 とアリシンを組み合わせることで疲労回復効果や新陳代謝を高める効果が期待できます。 なので、この時には、カツオのた,たき1 5 0ムに対して、生のニンニクをセットで食べることによって、血液サラサラ効果を期待できます。続いて、ニンニクと一緒に食べるといいものトップ5。第2位は、卵。卵黄に含まれる成分は、血管内にこべりついたコレステロールを掃除して、悪玉コレステロールを下げる作用があります。 なので、同じく血管の中をきれいにするニンニクと一緒に食べることによって、さらに効果的となってくるんです。実際にアラバマ大学の研究では、朝食を卵に置き換えただけで体脂肪を11%も減らすということが分かっていますから、具体的にはゆで卵や温泉卵を1日1個から3個程度食べてみてください。この時にはニンニク卵黄でも大丈夫です。続いて、ニンニクと一緒に食べるといいものトップ5。 1> 第1位は緑茶。カテキンなどがアリシンと結合して臭いを軽減してくれる効果があります。またそれだけではなく、カテキン、カフェイン、ポリフェノールなどには強い抗酸化作用があるため、動脈効果を改善するだけではなく、インスリン抵抗性を改善して、血管の損傷や神経の変性から脳や体を保護してくれる可能性があるんです。実際に JPHC 研究では40歳から69歳 の男女9万人を対象に緑茶を飲む人は心血管疾患のリスクが26%も低下脳卒中リスクも低下しているということが分かっています他の JACC 研究では60歳から65歳までの1万人以上を対象にした研究で緑茶を飲む人は糖尿病リスクが33%も低下しているということが分かっていますこの時にこれらの研究の中で分かっている 具体的な緑茶の量は1日6杯までと言われていますますた日頃からコーヒーを飲んでいる人っていうのは緑茶もセットで取ってしまうとカフェインの摂りすぎによって気分が悪くなるという方もいらっしゃいますから体の体調に合わせて飲む量を変えてみてください。 最後にどうしても匂いが気になる人や味付けに困るという方はおすすめのサプリメントとニンニク塩を概要欄に貼っておきますからぜひチェックしてみてくださいどうだったでしょうかこの動画が良かったら高評価やコメントまたお見逃しないようにチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではまた明日バイバーイ